思って、はい、ここは援護していく。オッケー。ああ、今回ドフラミンゴボスバトルなんだ。なるほどね。まあドフィーね、強いしね。ガチャはステップアップガチャでドフィーがまあ出てて、まあファーストチケットガチャでもドフィーが来てる。ドフィーピックアップされすぎじゃね？ってことは今月俺ドフィー新キャラ、新ドフィー来る？で、ボスバトルでまあ新しい技も披露されたりと、ワンチャン俺来る気がすんでね。ワンチャンね。みんな別に信じなくていいから俺のキャラ予想は大体外れるんで、まあやっていくんですけど、いや、でもピックアップそれさ、これ露骨にされすぎじゃね？で、第1弾が反逆するハートってことは、ってことはフェスゲにドフィー来るってことかな？いや、あるぞそれ。これあるぞということで、今回はね、ドフラミンゴを使っていこうかなと思いますね。まあメダルはウソップメダルといってね、まあ脱出速度に特化した、まあメダルになっておりますと。いや、普通にね、強いっす、ドフィー、今でも。てかね、今でもとかもう言いたくないんだけど、そのね、出た当初ドフラミンゴって、マジで最強だったんだよね。本当に、なんかディフェンダー追いついて、ディフェンダーで裏取りに対処ドフィーのためにするんだけど、まあドフィーに追いついたら逃げられ、追いついたら逃げられみたいな。で、徐々に、旗のゲージは減っていき、まあ最終的に取られてしまう。で、その時通常攻撃もドフィーは優秀な方だったから、マジで強かったということで、無敵スキルがね、17秒で撃てること自体がやばい。ということで今回はドフィーでやっていきたいと思います。レッツラーゴー。はい、ということで一戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ということで、まあドフィーね、出た時はめちゃめちゃ強かったよね。ていうかさ、今でも普通に使える部類ではあるじゃん。普通に強いじゃん。あ、これ使わない方が良かったのかな。黒ひげに座れる時に普通にやった方が良かったかな、とか思って、ジャスト回避をすれば問題ない。問題終わりだわ。クソクソ終わりだわ。いやいや、これ多分取れるね。ここ取っちゃうよ。で、いやー、これグリフォン合わせられるやん、これ。お、ラッキー。一発？逃げよう、とりあえず。オーケー。何がオーケーかは分からないが、これとりあえずここぶち当てていけー。まあ、そんなもんですよ、タイマー戦。ちょっと誰か来てほしいな。ちょっと誰か来てほしかったのは、まあ、間違いなくあるゲーとか。誰も来てく。誰か来てこっちだった。誰か来てほしかったっていうのはまあ事実であり、まあ、事実ですね。で、赤サボだったら黒ひげ狩れるんで、黒ひげ狩りに行こうかなって思います。ちょっとシャンクスがすごい鳥で、すごい鳥ね、マジで。クソつまんな、腹立ってきたわ自分でも。いや、ちょっとマジで邪魔だな。オッケー、とりあえずメラメラモードになっ、カウンターかさてはカウンターやな。まあ、とりあえずまあいっか。まあ、こっからですよ、ドフィーの強さといえば。まあ、ウソップメダルついてんで、まあ、終盤残り1分になったら脱出速度がめちゃめちゃ速くなるんで、まあ、裏取りいっちゃおうかな、これ。ああ、やばい。もうすぐこうやって逃げれるのがまあ強さですよね。はい、逃げます。届きません。俺の邪魔をしやがって。フィュー、フィュー、危ねえ、危ねえ。さあ、こっから赤サボですね。まあ今日は赤サボの動画ということで、まあ黒ひげを飼っていこうかなって思うんですけど、ちょっと早めにメラメラモードになっちゃおうかな。で、あえて吸ってほしいな。ここまで来たら吸ってほしいな。ここ被験、ここが届いてしまう。はい、もうここはもう無視。はい、もうここは安定に飼っていきます。安定に飼っていきます。これはブースト中なんで、しかも。オッケー、回避して、ここで回避しちゃって使っちゃダメなんですよね、赤サボは。はいはいはい、被験の。クロージャミ失敗。オッケーオッケー、間に合う。オッケーオッケー。危険モード消えてなかった。あんな思いはボコボコじゃね待って、ボコボコじゃね。待って、ここあっち守りに行った方がいいかな。あ、でもここ守んないとやべえわ。一発二発、ここはもうお礼にかかってる。危ねえ。ここでクローズを緊急回避できる強さ、そして無敵スキルも回避できる強さ。やべ、あー、ここだー。おらー、バカにくくってんだぞこっちは。やばい、ここだ。いや、いける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 、ある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 。ねえわごめんなさい。はい、ということで2戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いしますと。まあアロンパークで黒ひげ、2戦目じゃねえわ、アロンパークで黒ひげはしょうがないから、あれ1戦目じゃない、これが1戦目ということでやっていきます。まあ味方にもね、黒ひげやっぱいないときついっすよね。まあそれで今回もいないんですけどね今回もいないんですけどね。オッケー、ここは取れる。しかしここは、お、シャンクスナイス、それはナイス。
いやね、あの当たんなくてもいいんだよね。当たんなくてもそれをナイスなんですよね。それが実際はこれ無理だ。これ裏取り行きましょう。裏取りでもうウルージは大丈夫なんで、マジでオッケーオッケー。これもう追いかけっこですから、これ本当にもうあのドフィー出てきた時はもう大追いかけっこ時代って言われてますからね。しかも黒ひげが溜めてないということで、まあここは取れてしまうんじゃないでしょうか。足引っかかってんじゃない。ちょっとオッケーオッケー、これ取れるね。オッケー取れる。でかでか、これも時間稼ぎでいいですからね。だってちょっと、ほらこれ初期値増加地味に強いで回避を、ま、失敗一発。うわこの棒腹立つな、やばいと思っても、うわーインガザでそのタイミングで打ってくるか。うまい、それはやられましたね。まあしかしここでね、ここでこうやってこう一発二発一発二発、うわ割り込めんだ、それ割り込めるか。しかしカウンターを使ったってしまえばもう分かってしまえば、もううわうれしい。まあいい動きだったでしょう。これはもうタイマン性能とかはねそこまで求めてないですよ。はい、であとは守りましょうか。多分マルコが一人裏来るんで、そこはちゃんと警戒しなきゃダメですね。味方がちゃんと言ってくれてるんで、ね裏に一人いるって分かってるんで何これ、つ腹立つな言い方。よしよしマルコ来いよ、行かせるかよ。行かないかい。あー押しちゃったマルコ、そのフェイクはそうなるって、そのフェイクはそうなるって。オッケー守る、オッケーオッケー。うわ勝って、あの一発二発、うーんスキル警戒だな一発。オッケー、うわージャスカイつかないわ、分かったか。黒ひげにクローズされてしまう。いや大丈夫大丈夫、オッケー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 。黒ひげ裏行ったな。いや裏一人二人から大丈夫だよな一発。うわオッケー一発二発、オッケー火炎量、オッケー。うわーオッケーオッケーオッケー、いける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 。しかしメラメラモードがないためにちょっと怖いっていうのはある。黒ひげにやられたかったで、裏ルッチが言ってるんでどうしようか。そうなんだよな、裏取れると思うからこれは結構優勢ですね。これ優勢だわ。オッケー、これは勝ったな。残り30秒、このスキルって当たるんだっけ。今でも当たる、これってなんか一回修正入って分かんなくなっちゃったんだよね。やばい、マルコ、あっぶね、あっぶね。しかしこの機動力のおかげで全然間に合ってしまうのが、まあドフラミンゴなんですよね。この機動力よね、本当に強いと思う。オッケー大丈夫、読まれても回避読まれてもこれが強いと。オッケー、しかもこれ気絶地味に腹立つ。オッケー一発二発、あれどこ行った、あれちょっと待ってカメラが。まあでもとりあえず勝ちですねこれは。ありがとうございます。オッケー、ちょっとカメラどこまで、最後までどこ見てんねん。ありがとうございます。はい、ということで2戦目ラストやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、おっと相手にローいるやん。なんか相手キャラいいな、なんかかっこいいキャラ4人みたいな、かっこいいキャラ集めましたよみたいなキャラ4人対こっちはなんかすごい強そうなキャラ4人みたいなやばいこれ無理だ。しかしこれジャスガーヒの間に取れてしまう。オッケー、レイリーもスキル使っちゃった。オッケー、ここはまたマゼラに任せようと思ったけど、やばダメージ、何のダメージこんな入ったの。ちょっと待って、これはね裏行けるわ、これ裏行けって言ってるわこれ多分。いや裏警戒してんな、あのシャンクスも。ここオッケー取れる、これ裏取りいけますね、これマジでいけるやつ、マジでいけるやつだからみんな信じて、もうみんな奥なんか疑い深くなってるんだよね。はいこれはい避けていく。はい、そしてここは鬼ごっこ、元祖鬼ごっこ芸のスタートって言われてますから一発二発。はいこれはジャスカイ決めて一発二発、倒れてろ、倒れない、そして逃げていく。オッケー、完璧な立ち回り、そして肉もいただいていく、そして裏取りをもう一回やろうかなと思って、はいここは援護していく。オッケー完璧でしょ。あ待って、黒ひげどうする、どうしようか。一陣黒ひげ取り良くないと思うんだよね、正直言うと黒ひげ一陣って良くないと思うんだよ。なんでかっていうとやっぱ黒ひげって中央にいた方がいいんだよね。まあドフィーでも耐えられるから信じてほしい、マジで耐えるから本当に。オッケーオッケー大丈夫大丈夫で、スキルオッケー、スキルを読んでいく、そしてここはダウンを、オッケーオッケーオッケー、いける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 、強いじゃんドフィー。そしてここジャスカイを決めさせていただき、の少し時間を空けて、ほらオッケーオッケー、いいやドフィーいいや、そして肉がある、肉をいただいていく、そして見えない、またカメラがおかしい、ちょっとカメラなんだこのカメラ。オッケーグリボン打ってくると、やばいここオッケー一発二発、おいしょ、そしてマルコもオッケーオッケー、いいよいいよ、あーオッケーオッケー、もう頑張った、ここまで耐えたのはでかい、すごくでかい。やっぱドフィー強いよな普通に。黒ひげ、うん黒ひげさえいなければっていうのはどのキャラにも通じるから、あんま言うのやめるわ。特に厳しいの、厳しいわけではないから、あんまこういうのやめよう。一発だけ言っとこうか。おい回避使っちゃった。で多分レイリーがスキル、うわ当
たってなかったか今バレット。ワンチャン当たったと思っちゃった。帰んねーよー。あれジャスカイ買い物。やば。え？めっちゃ下手くそじゃん。赤サボ下手くそだな俺。いや絶対今有利的な盤面だったはずなんだけど。いや大丈夫大丈夫。勝てる勝てる。終わった。あと300しか残ってない。終わったこれ。終わったよ。あーいやー危ねえ。一発二発奇跡。適当に打てたら奇跡起きた。だけどもレイリーがきついからこっちにずらしてあげる。オッケーでかい。それだけでもでかい。どうしようこれで。うわいや危ねえ。どうしようここ守れば勝ちだからね。チナ守れば勝ちだから。守れば勝ち盤面だからね。ここオッケー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 。いいよオッケー。ナイスドフィー楽しい。はい、ということで今日の動画は終わるんですけど、まあドフィー強いね。普通に今でも全然強いと思う。ということで今日の動画は終わります。この動画がよかったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。